幼い頃、一緒にビワの種をまいて大きく成長することを祈ったおばあちゃん。その結末をおばあちゃんは知ることなく旅立ったけど、大きく大きく成長したビワの木は40年もの間毎年何百というたくさんの実をつけて家族を喜ばせ続けてくれました。この作品を亡き祖母に感謝の気持ちを込めて捧げます。サトル、何遠慮してるの？早く上がっておいで。私は玄関で靴を脱ぐのをためらいながら立ち尽くしていた。おばあちゃん？私は小さな声で恐る恐る尋ねる。何、当たり前でしょ。忘れちゃったの？さあ上がりな。早くしないとおばあちゃん行っちゃうよ。頭の中がパニックを起こす。おばあちゃんは私が幼稚園の時に亡くなっていて、すでに30年は経っている。しかも目の前のおばあちゃんはどう見ても40代ぐらいにしか見えない若さだ。そしてもう一つの疑問、早くしないと言っちゃうよってなんだろう。でも様々な不思議が解決されないままなのに、私の心の中はどんどんあったかいものでいっぱいになってくる。私は今おばあちゃんに会っている。おばあちゃん子だった私はいつもおばあちゃんと一緒にいた。日曜日は手をつないで柴又のおばの家へ二人で出かけ、花の咲く季節には堀切菖蒲園を散歩した。当時自宅にお風呂がなかったので、夕方になると決まっておばあちゃんと二人で銭湯へ行く。それも一番乗りで入れるように早く行って並んで待ち、一緒に入るのが日々の楽しみだった。うちは貧しかったから毎日というわけにはいかなかったけれど、それでもたまに買ってくれるお風呂屋さんのコーヒー牛乳はとても美味しく、とても幸せだった。どうした？おばあちゃんの若々しい笑顔に私は意を決して、でも恥ずかしがっているのを見透かされまいと、照れ隠しに少しふてくされた口調で、わかってるよと口を尖らせながら靴を脱いで玄関に上がった。本当はとてもとても嬉しくて泣いてしまいそうなのに強がって、すぐ近くの部屋に入り、その隅に寝転んだ。台所の方で母とおばあちゃんは何やら楽しそうに話しながら食事の支度を進めているようだった。この部屋から仲良く並んで立つ二人の後ろ姿が見える。目の前が涙でにじむ。当たり前の風景がこんなにも温かく自分の心を包み込んで癒してくれる。体中が内側からぬくもって、どこまでもどこまでも安心していく。そう、安心なんだ。このオレンジ色の光に包まれた懐かしい風景は私の安心そのものだった。私の中の平和そのものなのだ。ぼんやりとその幸せに浸かっていると、不意におばあちゃんが振り向いてこちらにやってきた。私は慌てて涙を拭った。そして何食わぬ顔で寝返りを打って背中を向けた。その背中におばあちゃんが優しく語りかける。サトル、ずいぶん大変だったね。つらかったろ。今のおばあちゃんがしてあげられることはこんなことしかないけど、ごめんね。と言って私の背中越しに一通の白い封筒を差し出してきた。
私は起き上がってその封筒を受け取ると、中身を覗きながら中のものを引っ張り出した。まず目に飛び込んできたのが5000円札のお金だった。続いて写真、よく見ると女の人の裸の写真だ。なんでこんなものが？と一瞬面食らっていると、突然あたりが薄暗くなった。あれ？あたりを見回すと、いつの間にかそこは森の中だった。私はもう一度写真に目を通す。この裸の女の人は誰だろう？ずいぶん古い写真に思える。昔のブロマイドのような、不思議といやらしさは感じず、昔も今も流行りは変われど、世の男どもはこういうものが好きなのだなと思うと、なぜだかほっとするような感じがした。一体何のためにおばあちゃんはこれを？ふと5000円札の他に手紙が数枚入っていることに気がついた。私は手紙を読みながら、とぼとぼ薄暗い森の中を歩いた。何枚にもわたって書かれたその手紙を読み進めると、私の目からは大粒の涙がいくつもこぼれ落ちた。こぼれた涙を拭うこともせず、両手で手紙をぎゅっと握りしめたまま、涙でにじむ文字を見つめながら森の中を歩き続けた。時におえつを漏らしながら肩を震わせ、私は泣いた。体の中のつらいものが涙と一緒になってあふれ出るように、私の心の中は温かく軽くなっていった。それでも歩みを止めなかったのは、止まればすべてが消えてしまう気がしたからだ。この森の中ならば涙を誰にも見られることもない。溢れ出るものは溢れ出るだけ溢れ出させてしまえばいい。それで自分の中がすっからかんになってももうどうでもよいのだ。空っぽの自分ならまた何もかもゼロから始められる気がする。そう心で思いながら私は歩き続けた。でもどうしても溢れる涙に視界を遮られ、抜ける力に抗いきれず、いつしかその場にしゃがみ込み声を上げて泣いていた。膝を抱えた腕に顔をうずめしゃくり上げていると、ヒクヒクという自分の泣き声がいつしかどんどん近くに聞こえてきて現実味を増した。はたと気がつく、私は布団を握りしめ泣いていた。夢か、とつぶやきながら、でもしばらく泣き続けることをやめられずにいた。私はそのままの状態で冷静に考えた。おばあちゃんの手紙の内容を、私がこんなにあふれる涙をこらえられずにいる理由を。でもいくら手紙の内容を思い出そうとしても無理だった。懐かしい風景や温かい気持ち、夢の中の風景は思い出せても手紙の文面が見えてこないのだ。私は一体どんな文章を読んだというのだ。思い出せるのは握りしめた手紙の上に並ぶ黒いインクの文字のような流れとにじむその視界ばかりだった。ただ一つだけ言えることは、その手紙がどこまでも自分を癒してくれたということ。私は愛されている、かつても今もそう実感したからこそ、深い深い安心の中で誰にはばかられることなく泣くことができた。辛い気持ちや寂しい気持ちをすべて体外へ流し出すように。布
団から起き上がり、急いで机に向かい、引き出しから便箋を出した。返事を書かなくちゃ。私はそう強く思った。今すぐ、夢の中だったけど、手紙をくれたおばあちゃんに。文章は思い出せなくても、私を心配し、今も愛してくれているおばあちゃんに。十分その気持ちは伝わってきたよ、って。ありがとう、って。思えば、日常の忙しさを言い訳に、全然お墓参りにも行けていない。お墓参りどころか、仏壇に最後にお線香をあげたのはいつの頃だろう。あんなに可愛がってもらっていたのに、日々自分のことばかり考えていた。自分のことばかり。その間もずっとおばあちゃんは私のことを心配してくれていたのだろうか。私のこと、そして自分の残してきた家族のことを。道理で私は人生に行き詰まるはずだ。こんなにすごいエネルギーを受け取らず、見向きもしないでいるのだから。どんなにおばあちゃんが応援のエールを送ってくれていても、人生の困難を乗り越える力を送ってくれていても、それに背を向けている人には届かない。送る側と受け取る側、どちらか一つじゃ、愛はその本来の力を発揮しない。母鳥が大切な卵を温めてヒナに返すように、温める側とその懐に潜り込んで包まれている時間が必要だ。そしていよいよヒナが卵の殻を割って外の世界に出ようとする時を見逃さず、ヒナが内からつつくのと同時に、親鳥はその同じ箇所をつつく。そったく同時、愛が結実するとき、ヒナの力だけでは殻を破り切ることはできない。でももし親鳥が先走ってヒナの準備が整う前に殻にひびを入れてしまうと、ヒナは成長不良で卵の中で死んでしまう。逆にヒナの合図に親鳥が気づかなければ、ヒナは卵の中で力尽き、やはり死んでしまう。今まさにこの同じ瞬間に、私はおばあちゃんに返事を書きたかった。おばあちゃんが私の殻を外からコツコツとノックしてくれているように思えたから。そして私は余計な文章など書かず、ただひたすらおばあちゃんへのありがとうの出来事だけをその便箋に綴った。